毎年8月2日、3日に長岡市で開催される全国屈指の花火大会、長岡まつり大花火大会。スターマインや尺玉など2万発を超える花火が打ち上げられ、2日間で80万人以上の観光客が訪れます。去年の大花火大会は金曜日、土曜日に開催され、過去最高のおよそ96万人の観客が長岡市を訪れました。今年の大花火大会は土曜日、日曜日の休日開催で、さらに多くの人出が予想されます。やはり長岡の一番の活性化という点では長岡花火が売り物ですので、ますますですね、多くの人に知ってもらって、多くの人に長岡に来てもらって、長岡がますます発展してもらいたいと強く思ってます。一人でも多くの人に見てもらいたいと思うし、震災から10年経ったということで、もう家族全員でぜひ見たいと思っております。平成16年に発生した中越大震災、復興祈願花火フェニックスは、震災からの復興と全国世界からの支援に対する感謝のシンボルとして、震災の翌年から打ち上げられています。今年は 7.13 水害と中越大震災から10年の節目となります。市民や企業などからの協賛で打ち上がる復興祈願花火フェニックス、今年はどんな姿を見せてくれるのでしょうか。規模なんかも今までにないような、それぐらいスケールの大きい規模を考えてますけど、その辺がまた協賛金をいただける関係があったりとか、いろんなものがあるので、こう調整をしながら、最終的には7月の頭ぐらいにはどれぐらいの規模でどんな花火になるのかっていうのが、皆さんにご披露できると思うんですが、今の段階ではまだ一生懸命企画している最中です。はい、中越地震から10年経ったこの長岡の町の復興した姿を周りの人にも見ていただきたいというのと、それから今までずっと応援してくださった方への感謝の気持ちを、やっぱりこう花火を通じて伝えられればいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、今年の花火大会はたくさんの皆さんが見に来られるということで、内容もすごくこうクオリティが上がってくると思ってますので、そういう部分ではフェニックス花火だけじゃなくて、他の大型花火、それから間に挙げられるスポンサーの花火も、多分全体的にすごいクオリティが上がってくると思ってますので、その分は、多分見に来る方には期待していただいていいんじゃないかなと思ってます。はい、初回から今までずっと、今回10回目になりますけど、10年やってきたこの花火大会の形をやっぱりしっかりとこの11年目からもつなげていけるような、そういうやっぱり花火大会にしていきたいと思ってますし、そのためのフェニックス花火になると思っています。で、やっぱりそのこのフェニックス花火のいいのは、やっぱり皆さんから協賛金をいただいて、それを元手に上げているということなので、そういう意味では他のスポンサー花火とは全くちょっと違う色合いがあって、それはやっぱりこの地域の人とか、やっぱそういう人たちに支えられてできているということにつながっていくので、それを強く強くやっぱつなげていかなきゃいけないのかなというふうに思っています。はい、震災の時は本当いろいろ食料の面とかでだいぶ支援してもらったので、そこからもう10年かみたいな感じも、なんかあっという間だったなみたいなふうに思います。長岡のシンボルですか。何回も見に来てほしいです。また、はい、今年のも見て、また来年来ようってなって、どん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 客が、お客さんが増えていってほしいです。期待が高まる長岡まつり大花火大会、今年はより多くの方に楽しんでもらうため、観覧席やチケットの販売方法が大きく変わります。観覧席を4万人分拡大、有料席をすべて指定席に、長岡市民に優先販売、
変更点その1、観覧席を4万人分拡大。国の信濃川堤防工事で広がった信濃川右岸の河川敷を活用することで観覧席が4万人分増えます。増加した席の内訳は、有料席が3万人分、無料席が1万人分で、花火会場全体で26万人分の観覧席が設けられます。一般に販売される有料席は花火会場全体で7万人分となり、これまでなかなか手に入りづらかった有料席がお求めやすくなります。また少人数用の席のほか、グループや団体用のマス席が設置され、幅広いニーズに対応できるようになりました。変更点その2、有料席をすべて指定席に。場所取りのための待機列や開放直後の会場へのなだれ込みなど危険性が指摘されてきた有料自由席を廃止、有料席をすべて指定席にして安全確保に最大限努めます。変更点その3、長岡市民に優先販売。今年はより市民が購入しやすくなるように、市民限定の先行販売を行います。先行販売は、一般向け有料観覧席7万人分のおよそ6割にあたる4万人分。市民は一般販売にも申し込むことができ、購入チャンスは5回あります。先行販売は5月13日までです。落ち着いてお申し込みください。また、今年から有料席は抽選販売となります。店頭に並ぶことなく希望する席を購入しやすくなります。観覧席の種類や販売方法など、詳しくは市政だより4月号または長岡まつり協議会のホームページをご覧ください。今年の長岡まつり大花火大会の大幅な変更について、森民生長岡市長は2月24日、記者会見で次のように発言しました。花火大会は基本的にはね、スポンサーの長岡市内の企業のスポンサーで、打ち上げてる花火でございます。企業協賛で行っているものでございますので、やはりまずは市民に優先をするというのが一つの大事なことではないかと思っております。市民の皆さんから私に届けられる声は、できるだけ早く販売していただいて、8月2日3日に孫を呼びたいとか友達を呼びたいっていうのが非常に多いです。ですから そこに配慮したということなんですね。市民の皆さんが全国各地からこういろいろ親戚とか友達を呼んでくださるのは大変いいことだと思いますのでね、それに適合するように今回販売法を考えたということ。整備が進む信濃川の河川敷、長岡まつりの舵取りを13年にわたって務めてきた藤井実行委員長の姿がありました。いや前もちょっと見に来たんですけれども、ほぼ完成形を見るに至ってですね、本当にこんな広いんだっていうこの広さ、それから見事に整備されたこの河川敷、これは大きな財産ですね。これ長岡市民の大きな財産だと思うんで、この財産をいかにうまく活用するか、これは私どもの使命だと思ってますね。いや素晴らしいものが完成したと喜んでます。何があってもですね、とにかく安全で安心な花火大会を行う、長岡まつりを行うというのが我々の使命ですので、それの思いに基づいてですね、絶対に事故のないようにするということを心がけています。ちょうど今年で中越地震から10年になるわけですよね。平成16年10月23日、大変な揺れに襲われて、そしてその後一晩中震度5、6の強い揺れが続いたという、その
夜が明けた時に全国から救いの手が差し伸べられてきた。この感謝はね、私ども誰も一人として忘れてるものはいないと思うんですね。でその後に3年前に東日本大震災が起きた。でそういった人たちに対してあの時の感謝の気持ちの集大成として今年やはり10周年というその長岡のフェニックスをですね、皆さんにお見せして、そしてこの復興した姿を確認していただくことが、あのそういった東日本大震災の被災者の皆さんへの、まあ、恩返しだと思うし、また勇気を与えることだと、そういうふうに思っています。もうあの私ども長岡まつり協議会全力を挙げてこの10周年をそういった意味合いでの素晴らしい長岡まつりにするように。長岡まつりの原点は復興ですから、その復興の原点を忘れずにですね、さらなるステップアップをしてバージョンアップをして、全国のそして世界の皆さんに届けたいというふうな意気込みでおります。今回のなるほど長岡はいかがでしたか。長岡空襲で亡くなられた方の慰霊と復興、平和への祈りが込められている長岡花火、名実ともに日本一の花火大会です。今年の長岡まつり大花火大会にぜひご期待ください。長岡シティインフォメーション、このコーナーでは長岡市で開催されるイベント情報などをお伝えします。悠久山桜祭り、開催期間は4月11日から5月6日まで。期間中の午後6時から10時30分まではライトアップを行います。そして4月19日と20日の2日間は飲食コーナーおいしいもの広場が登場。長岡の名物や地元の食材を使ったおいしい料理が並びます。時間は両日とも午前11時から午後4時までです。さらにおよそ200人の担ぎ手が参加するみこしと行を4月20日の午後1時30分から行います。青石神社から自由広場までを勇壮な掛け声で練り歩く姿は必見です。ぜひご覧ください。また4月12日、13日、19日、20日の4日間に限り市営スキー場の駐車場を臨時駐車場として開放します。臨時駐車場からは無料のシャトルバスを運行します。運行時間は午前10時から午後5時までです。ぜひご利用ください。東山市民ハイキング参加者募集のお知らせです。オリンピック金メダリストの荻原健司さんをゲストに迎えて東山市民ハイキングを開催します。開催日時は4月29日の午前9時から午後4時まで。集合場所は旧常願寺温泉跡地です。参加費は100円、当日は昼食、敷物、雨具を持参の上、登山に適した服装と長靴でご参加ください。申し込みは4月22日までに、スポーツ振興課へ電話でお申し込みください。現在長岡市では地域コミュニティ事業補助金の申し込みを受け付けています。地域コミュニティ事業補助金は自治会や町内会、NPO などの団体が地域を元気にするために行うまちづくり活動に対して最大50万円補助する制度です。定員は長岡地域が2団体程度、支所地域が各1団体程度です。申し込み方法は4月25日必着ね、市民共同センター町中キャンパス長岡、市ホームページなどにある所定の用紙で、長岡地域は地域振興戦略部へ、支所地域は各支所地域振興課へ郵送または持参してください。以上、長岡シティインフォメーションでした。